アンライス・アンライスは、アメリカ合衆国の小説家。ヴァンパイア・クロニクルズや、ザ・マミィ・魔女の国シリーズなど、吸血鬼、ミイラ、魔女をモチーフにした作品で知られる、ホラー小説、ゴシックホラー小説、ファンタジー小説作家。主にゴシック系サブカルチャーを支持する、青年層に大きな影響を与え、また SM のテーマにおいても、作品を発表している。 2002年12月9日に脳腫瘍で亡くなった詩人及び画家スタン、ライスの妻で作家クリストファー・ライスの母、ルイジアナ州ニューオーリンズに郵便局職員の父、ハワード・オブライエンと母キャサリンの元、ハワード・アレン・オブライエンとして生まれた、アイルランド系カトリックの家庭環境下で生まれ育つ。幼かった彼女は男性的なファーストネームを気にしていたため、 初めて入学した時にアンと名乗って以来、その名で通すようになった。5人姉妹の一人で、姉に、作家の子アリス・ボーシャートがいる。16歳の時に、一家は、テキサス州リチャードソンに転居し、リチャードソン高校に在学中に、将来の夫スタン・ライスと出会った。テキサス女子大学と、北テキサス大学で学んだ後、スタンと共に、サンフランシスコ州立大学に転校し、 学士号と修士号を得た。学部では政治学を専攻していた。1972年8月5日に長女ミシェルを白血病で失ったことをきっかけに1973年に脱行した諸女作夜明けのヴァンパイアを1976年に出版ヴァンパイアクロニクルズシリーズでベストセラー作家入りを果たす。 1994年に公開された、ニール・ジョーダン監督、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、アントニオ・バンデラスなどが出演する映画、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアでは、脚本を担当し、大ヒットとなり、世界的に著名な作家となった。2002年には、続編映画、クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイアが公開されている。1989年に、スタンが、 サンフランシスコ州立大学の教授職を退任したことをきっかけにサンフランシスコ米エリアを離れニューオーリンズのガーデン地区に転居したカトリックの影響を色濃く反映したその独特の非日常世界観で根強いファンを獲得する反面その世界観に付き合えないものも多いという人を選ぶ作風を持つ多数の著作を実名で出版しているが アンランプリング、ヌロクロールのペンネームも持つ。ニューヨークデイリーニュースの記事によると、彼女の25冊の本の総売上は1億3600万部に達する。夫スタンが亡くなった後、2004年に住み慣れた家を売却し、息子の住むロサンゼルスに近いカリフォルニア州、ランチョミラージュに移った。ハリケーンカトリーナ後のニューオーリンズの復興事業を強く支援している。 アンライスの人気は、米国内では、不動のものとして確立しているが、日本では、映画原作本である、夜明けのヴァンパイアこそ売れたものの、映画、インタビューイズヴァンパイアの原作者という程度の認知度で、終わった。そのため、日本の出版社が、ライスの著書の翻訳権を購入し、日本語版を出版しても、米国内でのライスの売り上げにはほど遠く、利益を出すことは、 おろか製作費を回収することすら難しい状態が続いてきた。不傷者は2003年10月1日に刊行した呪われた天使、ビットーリオを最後にライスの作品を出版していない。徳馬書店も同様の理由からメイフェアやシリーズ、タルトスの出版を断念した。現時点ではライス作品の日本語版観光の再開の目とは立っておらず。 英語の現象を読むしかない状況にある。以下の作品から、メーフェア家の魔女たちがバンパイアクロニクルズの人物として、作中に登場する。ありがとうございます。